こちら、ゆうです。マザーのおざんです。はい、今日はサブアカ、無課金サブアカでも無課金闇属性縛り、サブアカでもなくてメインアカウントで勝手に鬼滅の刃コラボ第2弾でございます。はい、おめでとうございます。ご誕生の方もおめでとうございます。はい、はい、今日は鬼滅の刃コラボ、勝手に鬼滅の刃第2弾コラボとは、あるゲームがね、ちょっと鬼滅の刃コラボ盛り上がっていると。はい、そこからね、じゃあ勝手に一発立ても、はい、鬼滅のキャラで重力化のダンジョンをクリアしていこうかという企画でございます。はい、ごめんなさい、ちょっとスマホリングに手通してもうたから。それでは、今日やっていくのはですね、未知の神聖、はい、超重力のコンの表のね、はい、表の百式でございます。ここいやもう ほんまもっといけるよ。もう強調でもクリアできると思うけど、とりあえずあの表百式で、はい、それではパーティーご紹介します。はい、はい、こちらですね。はい、煉獄さん、波紋を込めて心を燃やすパーティーでございます。命名、はい、それでは、ご紹介しましょう。リーダーの、煉獄杏寿郎さんに、縁柱煉獄杏寿郎さんに、小学生枝豆スキルチェーン2つ、ギャチェーン耐性で、あと第2大冒険のマーム武器ですね。はい、でこちらが赤犬ですね。赤犬、杯元帥、はい、大元帥か今やった。はい、で小学生10コンボ強化に、上限解放、で悪魔キラー何でついてるんやろ、まあ、分からんけど、はい、まあいいわ。はい、でダブルゼータガンダムの、 あの武器つけております。でこれ柴ダラムさんと3体とも一緒なんですけど、小学生超つなぎ心、上限解放、スキルチェーン2つで、シーウルフ武器ですね。はい、はい、で波紋を込めてエチョナさん、ジョースターに小学生7コンボ強化、上限解放、スキルチェーン2つ、シーフ武器つけていただいております。でバチャ HP プラスです。はい、ちょっとねスキル使う順番間違っちゃってね、ちょっと負けちゃいました。よバリオモヤでした僕は。あと赤犬のやっぱりこう遅延にしました。はい、その方がやっぱりいいです。はい、それでは波紋を込めて心燃やして大噴火で挑戦する。いや本当に前回のね、前回の動画というか、あれですね、あ、前回の動画か。はい、結構ね、僕的にそこまで汚い言葉は使っているつもりはないんですが、はい、僕はそのね、その清純派パズドラーで売ってるわけですから、はい。そこびっくりされたかと思われるかもしれないですけど、はい、僕の底辺なりのその再生回数に対するその高評価の割合がすごく高くて、2桁もね、いただけると思わなかったんで、はい、ここか柴ドラも2体使っちゃいます。はい、でもはい、ダブルゼータガンダムの武器使っちゃいます。でね、しかも特別にメッセージいただいたりとかもうしたんで、本当にありがとうございます。しかもあの動画からチャンネル登録してくださった方もいらっしゃって、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。でもその次の日に動画出せなかったのは、はい、ちょっと寝不足が高くて、はい、今日もちょっと声枯れてると思うんですけど、ちょっとね朝からねちょっと全力絶叫じゃないんですけど、声張るお仕事してたので、声張ってはいないんですけど、ずっと喋ったらちょっとダメでした。喉がちょっとやられちゃいました。またね、鬼滅、勝手に鬼滅コラボの時は漏れなく喉の調子が悪いというね。よしよし、はい、ここでルーレット&これされるんですけど、ここでよし、はい、ここはね次マーム受けで回復力奪い返します。はい、よし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 、で5フロア前にでしょ、前にね、はい、五冠座来るんで、このタイミングでマーム武器を使ってあげて、はい、心燃やしてる、常に心を燃やしてる僕は。まあ、回復はせんでいいんですけどね、まあ、はっきり言ってね、はい、よしよしよし、その位置に回復があってくれればちょっと作りやすいな。 OK、 はい、 OK、 ウェイ、空だって縁柱だもの、
そうそうそう、誰だっけ、三つりさん、甘露寺三つりさんの恋の呼吸は、炎の呼吸からの、派生型でして、はい、OK。もう一回ね、その、加減の十二気づきがまた別のやつがおったんですけど、そいつと戦った時に、甘露寺さんとその煉獄さんの継ぐ子だったんですよね。継ぐ子だったんですけど、その時に、ちょっともう伸び悩んでて、その今のスタイル、炎の呼吸を学びつつのスタイルは。で、まあそのね、まあ煉獄さんがね、もう好きにやってみーと、好きにやってみーとね、言わはったんですよね、あの甘露寺さんに。そこで生まれたのが、完成形が恋の呼吸やったっていうね、はい、そういったものもありますので、はい。ちなみに僕、鬼滅の刃は、リアルタイムでは追っかけてませんでした。本当に何のことかなと思ってたんですけど、はい。完結した後、単行本が全部出た後に、確かね、無言貫通消えてるか、赤いの使うか。はい。そのタイミングで、LINE 漫画で、買わせていただきました。電子書籍で、はい。買わせていただきました。全巻。全巻出たタイミングでね、はい。ちょっと遅えよって感じなんですけど、はい。まあ、すごいよね、あの映像が。はいはい。だからね、僕映画とかもね、めっちゃ流行った時にね、全然、置いてけぼりやったんですよね、はい。何で見たかな？なんかで見たんですよね。なんか普通に地上波の再放送とか、まあ、なんかで初めて見て、まあ、原作を知ってたんで内容は分かってたんですけど、それでもね、やっぱり声優さんの演技素晴らしいですね、やっぱり。と映像技術もすごいなぁ思って、はい、見てました。よし。そう、日野さんが確かあのね、銀玉の他に演じられてるのが、パズドラでコラボされしてる、作品で言うと、銀玉の、あの、笠野になるやつ、あの、神楽のお兄ちゃんの方と、合格戦力を無視しましょうか、もう。はいはい。じゃ、ちょっと待って、回復上に置いとこうか。神楽のお兄ちゃんの、誰だっけ、ちょっと名前で忘れしちゃった。ですけど、その方と、あと、呪術の鴨さんね、はい、波紋込めるしかなくなったやん、これ。さっき遅延食らって思ったから。とかだったりですかね、ジャンプのボイスキャラで演じられてるのは日野さんだと。オッケー、よし。はいはいはい。で、ここで、よし、Perfume 来ましたね、はい。こっちから使っていった方がいいかな？こっちから使っていった方がいいかな？オッケー。はい。で、回復。はい、回復。ちょっと待って。よし、これでや。これで回復もしつつ、さすがにいったでしょ。 OKOKOK ナイス。で、髪結び OKOKOK 髪結びは当てんもまだいい OKOKOK んーで、オッケー、オッケー、オッケー。なんとか火になれた。ギリ火になりましたね。よしよし。回復も上にあるし。おーし。煉獄さんは、負けてないよ、まだ。よしよし。回復にセットしようか。あ、ミスった。完全にミスった。
できれば闇ラードラでお願いします。いやー、光ヘラドラか来ちゃうとね、いやーきつい。ちょっとあかん。ここね、大噴火使って、で、2列だけで倒せないんで、心燃やして、はいはい。回復。いや。次って先生あったっけ。OK ない。で、もうここはもう、これもいらん。はいはい、これだけやっと、よし、ギリ残るんですよ、これで。これギリ残るんで、よし。で、これで、はい、回復しちゃうと、この間に。ルーレット、雲が邪魔やな。はい。OK、3。3やろ?はい。はい。OK。この間に、で、2やんね。OK。でもこれ、鼻かゆいんよ。はい。鼻かゆいんよ。いやー、ちょっと、4つ消せ。OK。1で、OK。このタイミングでいきましょうか。よーし。で、火もいっぱいあるし。もう繋げちゃって全部。回復もできればしたい気持ちは。で、あー、ちょっと間に合わへんかったか。まあ、多分行ったでしょう。よし。次先生やったんやったっけ?よし。はい。よし。ない。先生ないので、一発ね、波紋を込めて、もう芝ドラも使っちゃうか。よし。で、これ多分ね、繋げた方が軽く出るんですよ。よし。行ってまい。いや、マジか。おっし。大丈夫。よし。で、心燃やして、で、芝ドラ使って、2列の方が良かったんかな?待って。はい。オッケー、火も過ぎた。いってまえ。よっしゃー。心燃やした。はい。最初2列の方が良かったんですね、あれ。はい、ちょっとクリアタイム見てみましょうか。はい、こちらですね。11分 33.5 秒で、はい、周回できるので、はい、煉獄さんにとっては、もう、16からのトレーニングなんて、はい、もう、ドラゴンボールの世界でしか体験できないので、はい、ぜひ皆さんの煉獄さんをお持ちであれば、はい、もう、16からのトレーニングして、もうね、今でも、赤座に負けないレベルの煉獄さんを作ってあげてください。それでは、この辺、こちらの、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。もしこの動画面白かったよっていう方や、良かったよっていう方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。それでは、お相手は私、ゆうでございました。バイバイ。心燃やしたよ。